こんにちは、カノです。今日もですね、オリジナルタオルを作ろうとする時のワンポイントアドバイスですね。これをですね、ちょっとまた説明させていただきたいと思います。今回はですね、インクジェットプリント。これがまあそうなんですけども、ね、これのですね、評判についてね、ちょっと説明させていただきたいと思います。で、よくね、言われるのがインクジェットなんで、ね、はがきとかよくね、ね、年始の、 あの挨拶の年賀はがきなんかで使うインクジェットとか、あるいはね、あのよくプリンターでプリントアウトするときに使うインクジェットってあんな感じになるんじゃないのと。で、表面面だけプリントしてるような形になるんで、なかなか裏まで通らないし、なんかあんまりなっていうのはよく聞くんですよ、実は。ところがですね、あのインクジェットっていうのにもね、2種類あるんですよ。で、染料のプリントの方法と顔料のプリントの方法、この2種類実はあったりしますので、どう違うかというとね、顔料は今言ったように表面面がやっぱり多いんですね。表面に拭いて固めて乾燥して終わり。ところが染料っていう方法でやると、インクがこの生地の中まで染み込んでいくという方法になりますので、ですから、非常に出来上がりも綺麗なんですね。で、これがまあ染料のプリントなんですね。染料のインクジェットになります。見ていただいたらいいように、そんなに表面面だけじゃないですね。こうやってしっかりとこう入ってますよね。綺麗になってます。こうね、こすってもこう白くなったりしませんよね。なので、非常にいい感じですね。で、手触りもいいんですよね。なので、このインクジェットでやるときは必ず染料のプリントっていうのをお勧めします。でも顔料もいいとこあるんですよ。コストも若干安くなるっていうのと、細いデザインには非常に適してるんですね。で、これでしたらね、ご覧のように若干ぼやっとした感じ仕上がっちゃうんです。これが顔料でやるときっちりとパキッと出てきます。これがいいところですね。だからそれぞれ一長一短ありますので、デザインを、構想する前、あるいは出来上がってからですね、どんなプリントがいいんでしょうということでご相談いただく、それから作ります、それから作りましょうというのが一番やっぱり流れとしては綺麗でね、もしわからないことがありましたら、この後にありますこのフリーダイヤルの方からですね、ご相談いただくというのがやっぱり一番間違いない方法だと思いますので、ぜひまた聞いてみてください。よろしくお願いいたします。